はい、じゃあ試験目の有効利用の仕方ではない、私の試験目の商品の使い方です。まず、ティッシュとこういう穴の開いたパイプ、まあ何でもいいです。多少でかくてもいいんですけど、試験目がこうちょうどフィットするやつだったらそのままいいかもしれないですけど、まあ、私はこれこのパイプ使ってます。普通のパイプですね。穴開いてます。で、ティッシュをこれフィルター代わりにします。まず半分にして、この半分に折って4分の1にしますね。ちぎって手でちぎって、まあ、4分の1ティッシュ、これが1回か2回分ぐらいのフィルターになるんで、でこれをね、あんまりきつくふわっとこうコロコロコロっとしてですね、はい、できました。これをこのパイプの中に入れます。でちょっとこうツバをつけて湿らせて、湿らせていい感じになるんです。であとはもう試験目こう入れるだけなんですけど、それだとあれなんで、で葉っぱっすね、その辺に落ちて葉っぱ、私一応ペパーミントですが、これはペパーミントをですね少し手で揉んで、まあいい香りしますね。これをこの湿気目のフィルターに巻きつけます。ただこれ別に葉っぱのその香り成分とかあんまり関係なくて、気分的にペパーミントにしてるだけで、ただこの穴にぴったりはまるように葉っぱを詰めてるだけなんで、はい、これで完成ですね。私はこれで試験目を吸ってます。ライターがね、これで完成ですね。まあこういった感じで、口んとここれフィルターちょっと吸ってみましょう。これだとだから手で持つとフィルターのとこ熱いで、あれ熱いじゃないですか、熱いんでこの半分ぐらいまでしか吸えないんですけど、これだとあのフィルターギリギリまで吸えるし、葉っぱは無駄にならないっていうのもあるし、まあ、あとキセルも買う必要ないじゃないですか。キセルで代用できるっていうのはあるんですけど、その辺に折ってるパイプとか穴の開いたやつで、あ、でもちょっとペパーミント感じますけどね、ちょっとまあこんな感じで、これぜひ、貧乏な皆さんはぜひ試してみてください。試験目が宝物に見えてくるかもしれません。フィルター必ず入れた方がいいです。ちょっと辛いんでやっぱり、ここまでしじゃあ切ります。あ、フィルターの状況も見ますか。でも大体ここらまで捨てたら捨てて、ミントはまだ使えるんで、はこんな感じで、少しね、これはまだ2回ぐらい使えると思うんで、って感じです。